どうもこんにちは、 AGA スキンクリニックドクターの水本治です。今回はミノキゼットという発毛治療を体験し紹介していきたいと思います。高圧スプレーの感触は結構気持ちよかったです。針による施術が苦手な方はこちらの治療をぜひ選んでいただければいいと思います。ありがとうございます。今の頭頂部の状態はこのような感じになっています。髪の毛の量、長さともにかなり増えている印象はあります。皆さんでも治療初期の私の状態と今の状態を見比べてくれると、この5ヶ月ちょっとの間にどのくらい増えたか驚かれると思います。まだ頭頂部だとか M 字の部分は少し気になります。もちろん M 字の部分からも産毛が少しずつ増えている印象はあるので、これからだなと思ってはいますが、患者さん方を見ても M 字部分と頭頂部分の改善はやっぱり1年ぐらいかけてじっくりと戻っていく印象があるので、これからもきっちりと薬の適正使用を守って治療を続けていきたいと思っています。患者様といろいろなことをお話ししていて、治療について質問を受けるのですが、やはり薬の適正使用というのがいかに重要かということを毎日実感しています。リキッドを朝晩しっかりと頭皮につける、これが非常に重要だと思います。結構髪の毛の方につけてしまっていて、頭皮から浸透させるリキッドの効果が半減してしまっているような方が多い印象を受けます。お薬の使い方等に困りましたら、当院の方にお気軽にご相談ください。今後も動画の方よろしくお願いします。1年間の治療のまとめはこちらからご覧ください。